静岡地方気象台はおととい、桜の開花を発表しました。県内各地の桜の名所は今日どんな状況だったのでしょうか。浜名湖周辺の花の名所で開かれる浜名湖花フェスタが今日開幕しました。メイン会場の浜松フラワーパークでは祝日ということもあり、多くの家族連れでにぎわいました。園内にはおよそ500本のソメイヨシノが植えられています。今日の開花状況は午前中まで咲き始めでしたが、今日昼過ぎに一部咲きになりました。少し咲いてるところもありますが、どうですか。そうですね、そこのあたりでお花見しようかなと思います。あと4、5日早かったですか ね。ちょっと残念ですか。そうですね、でも月末にはきっと綺麗に咲いてるだろうから、また来たいと思います。満開は今月末頃と予想されています。富士市の桜の名所、岩本山公園です。およそ400本の桜が植えられていますが、ソメイヨシノが最も早く花を咲かせ、枝いっぱいにピンクの花をつけていました。今日の県内は1日曇り空でしたが、富士では 18.8 度、静岡では 18.4 度となり、4月上旬、中旬並みの気温となりました。芝生広場にはレジャーシートなどを広げた家族連れが集まり、天気に恵まれた祝日を楽しんでいました。静岡市の駿府城公園です。公園内の大半を占めるソメイヨシノはまだまだつぼみの状態ですが、桜を楽しむ人が徐々に増え始めています。神代やけぼのは色鮮やかに咲き誇っていますが、ソメイヨシノはほとんどがつぼみの状態です。去年までは新型コロナ感染防止のため宴会の自粛を呼びかけていましたが、今年は4年ぶりに制限のない春となり、自由にお花見を楽しむ人の姿が多く見られました。オーストラリアです。コロナで3年ぐらい帰ってこれなかったので、3年ぶりに友達と会いに。 First time seeing the sakura. お花どうですか。綺麗。みんな気兼ねなく来てるので来やすいというか、ようやく顔、皆さんの顔が見えて、いい、日なんじゃないかなと。本当はみんなマスクをせいせいと外してできる日がもうちょっと近づくと余計いいなと思って、はい、見てます。駿府城公園の桜の見頃は去年よりもおよそ1週間早い来月1日頃だということです。